しまうな。閉めないで、閉めないでね。中途半端にあの時ぶつかっちゃうからね。はい、こちらは IWJ の宮城チャンネルです、今日は9月12日102回目の脱原発宮城金曜デモです。今日はですね、ちょっといつもと集合場所が出発地点が違いまして、ここは東北大学の片平キャンパスというところの北門前に集合場所になって皆さん集まってます。Thank you.
今ざっと数えたんですけど60名ぐらいですね。だいたい60名ぐらいの参加でデモスタートしてます。今の間にちょっとスマホのスタンドセッティングしますので画面がぶれます。ちょっと嬉しいですけどすみません。すみません、ちょっとスマホのセッティングをグリップにセッティングしてる間にちょっと配信が切れてしまいましたが再開します。今ちょっと信号待ちに引っかかっちゃったのでデモ隊を追いかけますね。いつも の江東大公園ですとか錦町ではなくて東北大学の片平キャンパス、こちらの北門の出発のコースになっています。今北門のとこ出てきまして一番町のアーケードに入るところです。サンモール一番町というアーケード街に入ります。
全財原発の審査を合格したと発表しました。この前田中委員長は記者会見で決して安全点とは言いませんと聞いたばかりです。どうぞ。Thank you.
一番町をまっすぐ明け戸が行きまして、ここは広瀬通りです。広瀬通りを万水通りの方に向かいます。Thank you.
Thank you.
瀬通りから万水通りに入りまして、また青葉通りに今左折して、青葉通りまっすぐ進みます。この進行方向がまっすぐ行くと仙台駅に出ます。
ただいまです。
ど、ちょうど渡ってきたところですね。解散地点です。仙台駅前の大英の前なんですけど、青葉通り仙台駅前で流れ解散となります。仙台はですね、昨日すごい集中豪雨で、ちょっと仙台市内の山の方に行ったところで冠水が起きたりとか、あと電車が不通になったりとか、結構交通事情被害が出まして、かなりちょっと乱れたんですね。今日は随分朝から晴れていいお天気だったんですけど、まだちょっとその道路が土砂崩れとか冠水で塞がれて、まだ復旧してないところがあったりするそうで、バスなどがね、渋滞でかなりこう乱れたりして、今も金曜の夜で帰宅ラッシュの時間ですけど、交通量がすごいです。Thank you.
山田太郎さんが来てるのご存知ですか？あ、なんか聞きました。街頭演説やってたとか言って、うん、あ、そうなんですね。で、本当に合流するという話もあったんだけど、うんうん、あの交流会、旦那屋さんで、うん、には参加するそうです。あ、そうなんですか。ね、デモに間に合えばよかったんですね。うん、7時までやったから疲れて、1時間して。そんなにやったんですか。れ、うん、それは大変。はい、今日は70名ぐらいの参加ですよね。次回の金曜デモは、来週の金曜日、19日ですね。次回の19日のデモは、江東大公園の集合で出発ということです。では、本日は102回目の宮城脱原発デモでした。100回記念をこの間日曜日にかなり盛り上がってやったんですけども、福島の希望の牧場の吉澤さんがゲストで来てくださったりで、中継もたくさんご覧いただいてありがとうございました。ちょっとですね、なかなかIWJ の岩手チャンネルもそうなんですが、宮城も人手がなかなかなくて中継できない人もたくさんあるんですけれども、いろいろ励ましのメッセージなどたくさんいただいてありがとうございます。できる限り入れるときに中継でお送りしたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。あとはボランティアで中継 IWJ の中継スタッフ一緒にやってみてもいいかななんて関心のある方、ぜひご連絡ください。お待ちしております。では、本日12日の102回目の脱原発宮城金曜デモ中継、この辺で失礼します。ありがとうございました。